スタディーコーチの石田です。今日はスタディーズミーを撮っていこうということで、皆さん私と一緒に勉強しましょう。たまたま動画を開いてくれた方もぜひ25分かける2セットやっていこうと思うので、1時間一緒に勉強しましょう。で、スタディーウィズミーやっていく上で2つ注意点があります。1つ目はまず自分の勉強する内容をリストアップする。手元の紙とかスマホとか、スマホは良くないかな、紙とか何でもいいんで、こう軽く今日やることリストアップしてもらって、なんか英語長文2個進めるとか、数学何ページ進めるとか書いてリストアップしてみてください。で、2つ目がコメント欄に今日の目標を書き込む。今日ここまで終わらせるとかいうのを書き込んで、ちょっとモチベにしてみんなで励まし合ってくれたらなって思います。じゃあ一緒にやっていきましょう。まず25分、間の時間では私もお話ししたりするので、ぜひ25分集中して一緒にやっていってくれたらと思います。じゃあ最初の25分間タイマースタートします。
Thank you.
はい、25分終わりました。ちょっとびっくりしました。じゃあ、5分休憩取っていきます。はい、皆さんどうでしたか？進みましたか？私、この人に見られながらというか動画を撮りながらスマホとかをいじらずに勉強しなきゃいけない環境っていうのがすごい受験生ぶりな感じで、もうくじけそうです。みんなはね、受験生だったり中高生とかも見てくれてるのかな。あとは大学生、テスト前とか、もしかしたら資格勉強の社会人の方とかも見てくれてるかもしれないんですけど、もうこの動画を開いて一緒にやろうって思ってくれた時点でめっちゃ偉い、偉いですっていうのは置いといて、私ちょっと疲れちゃってね、あくびとかしてたんですけど、もし見ちゃった人いたら見てないで勉強してくださいって感じで、私結構進みましたよ。あんまり内容は深くは説明できないんですけど、これぐらい進みました。見えてるかな？こんな感じ。結構ルーズリーフに書くっていう勉強も久しぶりなんですけど、結構鉛筆で書く、シャーペンで書くって楽しいですよね。結構文房具好きで、今シャーペンで書いてたんですけど、たまに蛍光ペンとか。マイルドライナーめっちゃ流行りませんでした？私これ大好きで、給食ぐらいを2セット学校用と家用で買ってもらってました。あと色描きたい時に万年筆使ってるんですけど、これインクが紫入れてるんですよ。めっちゃ可愛くて、これ卒業記念です。実は可愛いですよね。筆箱の中身紹介みたいな。でも意外と文房具はあんまり入れてないです。ペン数本となんか印鑑とか入ってます。なんか印鑑の入れ場所困りません？どうでもいいか。勉強の休憩時間みんな何してます？結局スマホ見るとかいう人が多いのかな。寝るとか。私は受験生の時はよく飲み物を入れてましたね。なんかお湯沸かして紅茶入れるとか、なんだろう、粉溶かして牛乳温めてみたいな、そういうのがだいたい数分、5分ぐらいで休憩にちょうどよかったんで、あと私甘い飲み物とか大好きなんでそう、最近全然関係ないんですけど、スタバのティーラテを家で再現できるレシピを知って、紅茶に牛乳入れてホームミルク乗せるだけなんですけど、それがめっちゃ美味しくてよく寝る前とかやってます。飲み物大事だと思うんですよね。勉強中って他のものいじれないじゃないですか。だからお菓子つまむとか飲み物飲むとか、ずっと長編動画とかでも言ってるんですけどね、大事に結構してます。まあ、あと1分半。やばい。そう、翔太さんの Study with me を見て私勉強したんですよ、撮るにあたってどんな感じかなって。だから翔太さんのも見た人は、あ、ここを真似してるんだなってわかると思うんですけど、翔太さんのコメント欄見てみると結構またやってほしいっていう声があって、翔太さん卒業しちゃったんでね、もう撮れないかもしれないんですけど、私がちょっと定期的に撮れたら嬉しいなと思うので、ぜひなんかリクエストとかね、コメント欄大体全部見てるんで、この動画もそうだし普段のコメント欄も見てるんで、まあ、これやってほしいとか、こういう相談乗ってほしいとか、あとまあ感想でもめっちゃ嬉しいです。私はいっぱい見てるん でたまに嬉しいコメントあるとメンバーにも共有したりするんで、そういうポジティブなコメントはね、どんどんしてくれたら嬉しいなって思います。このコメント欄でもこうみんなで励まし合って勉強するとか、なんだろうな、どんな勉強やったよとか、私に質問したいこととかあったらそれ言ってくれてもいいし、そういうのがいっぱいあったら嬉しいなって思います。いっぱい見てほしいな。全然 Study with me 1時間勉強したいときパッて開いてくれたらそのまま使えるんで、繰
繰り返し使ってもらってね、まあ私のこの話は多分繰り返し聞いたら聞き飽きると思うんですけど、みんな飛ばしてないですか？25分の部分ちゃんと25分やって5分ここでは喋るって今なりました。じゃあちょっとまあもう戻るのは苦しいと思うんですけど、25分測っていきます。スタート。Thank you.
れ様でした。25分×2セット、やりきった、集中してやりきった方はさすがです。で、ちょっと途中でくじけちゃった方はね、まずはトライした勇気を称えてあげて、自分で。で、また次回ね、同じ動画開けば再挑戦できるので、集中して1時間できるようになるまでちょっと頑張ってみてください。ぜひこの動画保存とかね、後で見るとかをして、繰り返し自分用でも使ってもらえたら嬉しいなと思います。最後に達成した方とか、なんか感想とかリクエストある方、コメント欄書いていってくれたら嬉しいです。